はい、万次郎です、今日も暑かったですけどもね、まあ盆に入ってきましたので、遠出はしませんでしたが、少し散歩にね行ってきました。まあ気持ちはね軽いんですよ。なぜかというとね、今画面に出てるねレンズ、リコーのね、レンズを、古いレンズをね、また買いました。やはり M42 のマウントなんですけども、大鳥家の F2.8 28mm ですね。いやー、届いた時にね、なんか何とも言えない、ね、幸せな気持ちになってですね、まあ、なぜかというとね、まあ、これね3700円で落としたんですけどね、それプラス、500円ぐらいだったかな、送料つけてね、4000何がしのねレンズなんですけども、いや新品同様なんですよね。これね、ちょっと見ていただくと分かるかな、もう何にもねすれがないです。すごいですよね。レンズの方もねすごい綺麗です。ね、あと取り外して見てもいいですけどね、全く汚れてない、ね、カビもなければ、ね、あんまり曇りも感じない、まあ、曇りはね、まあ、肉眼で分かんないような曇りはあるかもしれませんけども、非常にね、なんとも言えない幸せな気分になっちゃったですね。でこれ今ね GH 4につけてますけども、当然、ヘリコイド付き、ね、マウントアダプターにつけてるんですけど、このヘリコイド付きマウントアダプターとレンズがね全くデザインが同じなんですよね。一体どこからね、どこからヘリコイド付きマウントアダプターなのかレンズなのか分かんないでしょ、ね、当然古いレンズですから全部金属製で、ね、このヘリコイドも本当にスムーズです。何の音も鳴らない、ね、まあ、これをね、まあ、にんまりしてね取り付けて、ずっとね、まあ、近所をね散歩してきました。まあ散歩しながらのね撮影ですから、まあ、大したもんは撮ってないんですけども、まあそのね報告をします。まずね、思った以上にねくす玉です。このレンズはね、じゃじゃ馬ですよね。かなりね、ぐるぐるボケが出るんですよ。ね、これフレアとかそれは試さなかったんですけども、とにかくボケがね、並大抵じゃないです。ね、来たなーっていう感じなんですよ。今までね、いろんなレンズをまとってきてね、まあ、オールドレンズね、かなり、特色があるんだろうなと思いながら、まあ、撮ってましたけども、まあ、みんな綺麗に撮れちゃうんですよね。本当に。ね。まあ、多少の違いはありますけども、いや、これはくせ玉だなっていうのはね、インダスターでもね、綺麗に撮れちゃうんですよね。で、まあ、今日初めてね、この、大鳥家の
ね、28ミリを使ってみたんですけども、これは本当にくせ玉ですね。え、まあ、試写をお見せしますけどね。まずね、最初に撮ったのがね、まあこれですけどね、まあこれさほどね特色のあるような絵ではないですね。ただ柔らかいなっていう、で最初に撮ったもんですからね、柔らかいなという感じを受けるぐらいのものですね。その次に撮ったのがね、これです。ん？っていう感じですよね。これ後ろはいいねですよね。まあそれにね、このもじゃもじゃの、なんて言ったんですかね、よく生えてる雑草ですけども、このいいねのね、ボケ方がね、ちょっと今までのレンズと全然違うんですよね。まあ二重線ボケ気味なのかもしれないですけど、その気味というところがね特色なんですよね。でその次に花、でここで出ましたね、もうぐるぐるボケだらけ、っていう感じですよ。マイクロフォーサーズでね、中心部しか使ってないのにこれだけぐるぐるボケが出ますかという感じなんですよね。これですよ、これ、これはブランコのね、鎖をクローズアップしただけの、ね、公園ですよ、ね、公園を、ぼかして撮ってるわけですけども、ほぼバックがぐるぐるボケになってるんです。すごいなっていう感じですね。このジャジャ馬はね、いや感激だな。で次はね、開放で撮ってますからね、これもすごいですよね。黄色い花がハロってますからね、まあ、少しねピンが甘いのかもしれませんけどもね、もう全面ぐるぐるボケ、すごいなっていう感じですよ。ねえ、これは面白いです。でこれがリンゴですよね、リンゴを撮った。まあ、これはね、やっぱ多少やっぱりバックがぐるぐるボケになってますよね。まあ、このぐらいうるさくなければね、大したことないですけどね。円形はね、こんな感じです。ね、これも開放ですからね、ちょっと甘めですよね。少し絞って撮れば、まあ普通にね会社しますしね、そんなに、あらぬ目立つような写真ではないですね。はい、紹介します。ちび万次郎です。まああのツイッターでね、いろんな写真を見てると、まあ、人形をね、被写体にして後ろをぼかすと、ね、そんなようなことを、まあ、されてる方が多いですよね。特に暖房とかね、ちょっと前はコップのフチ子さんとかね、あれはねなかなか面白いなと思ってね、自分で距離感をねこの人形を使うと合わせられるもんですからね、私もね何かいいのないかなとね
いろいろ探していたんですけども、まあとあるね、お土産物屋さんで、この陶器の人形ですけどね、なんとも愛らしい人形があったもんですから300円でね購入してきました。ね、これはちび万次郎と名付けてね、この玉ぼけをね食べて生きている人形という、まあ、シュチュエーションというかね、そんな感じにしたいなと思っておりますね。まあ普通にね水平に白い花を取ってみたんですけども、これもねやっぱりバックはぐるぐるボケをしてますよね。なかなかないですよ、ここまでね中心部近くまでねぐるボケがね迫ってくるっていうね、じゃじゃこやな、ね、すごいです、赤い花ですよね。ね、かなりクローズアップして、これはマクロで撮ってると思うんですけども、反射力はね悪くないですよ、発色も悪くないですね、これ見たまんまの、ね、色が出てます。全然補正はしてません。やっぱりマクロまで行くとね、後ろはかなり、ボケてきますよね、ぐるぐるボケのね少し小衣装みたいなのが残ってますけども、まあうるさくなくなってくるよね、これもねちび万次郎と一緒に撮ったやつですけどもね、なんとも言えないねそのバックの受け方、ね、まあ素直にボケるというのも悪くはないんですけどね、まあ今のレンズねみんな素直にボケてくれますので、ちょっと変わったねやっぱりボケ方をしてくれないとね写真撮っててもつまらないんですよね。俺はもう本当に二重線ボケもありぐるぐるボケもありと、ね、その中で被写体はまあまあちゃんと回収すると、ね、そんな感じがねいいなって感じです ね、 ね、こんな風にね素直にボケる時もあるんですよ、非常に綺麗にね、やっぱ発色はね見たまま発色してますからね、まあ使い方によっては面白い写真が撮れるかなとね思いますね。まだまだねどうしたらこのグルボケが出るのかね出ないのかあんまりね、気なしに撮ってきてこれをパソコンで見てねっていう感じなんですよ、だからあまりそのデータもねあんま記憶してないで、最初のうちはやはり開放で取り出して少しずつ絞ってたのは覚えてるんですけどね、まあきちっと覚えてないもんですから、まあ、とりあえずねこんなところですね。まあこれもね唐辛子、ね、バックは綺麗にね素直にボケてますけどね、まあ、こういう写真もちゃんと撮れると、ね、これはもろこしのね、まあ、花というか頭の方というかね、これ等倍にしてもね本当に綺麗に会社してるんですよ、ね、このレンズはね
使うかですよね。ちょっとね、なんかもう嬉しくてね、来たなっていう感じなんですよね。やっぱオールドレンズだなっていう感じでね、普通にはね、いかないと、ね、いやこのジャージャー馬をね使いこなしてこそね、オールドレンズなんですよ、ね、ちょっとこの線をね深掘りしたいなという感じですよね。まあ、大鳥ケノンはね、まあ、50ミリね、55ミリとか、まあ、標準サイズもありますのでね、その辺まで画角を拡大しようかなという気になってるんですよ。まあ、50ミリの方が安いですからね。これ2.8 ね、F2.8 28ミリというのは普通中古で買ったらね、まあ、1万円を下ることはないんですよね。まあ、たまたまね、まあ、ヤフオクでね落ちたもんですからね、届いてこんな綺麗なレンズがえっていう感じなんですよね。まあ、これで少しね作例を作っていきたいなと思っております。ね、まあ、今までのレンズと組み合わせるというのも手ですしね。まあ、ほんでそれでもね、やっぱりリケノンはリケノンね、まあ、2、3本買ってリケノンで作例を作ると、ね、フジノンはフジノンで作例を作るというのがやっぱ理想だなという感じなんですけどね。フジノンの方はね短いね、レンズがなかなか手に入らないです。結構高いんですよね。まあ今日はねこの理系のね使って散歩ねしてきましたけど、なんとも気持ちのいい一日でしたね。はい、ということで今日はね終わります。万次郎でした。